はい。えー、それではですね、広沢レールパークの現地レポート、次は車両レポートに回りたいと思います。まずはこちら、北斗星の車両レポートに行ってみようと思います。この北斗星なんですけど、懐かしいですね、本当に。EF81-138 号で、ヘッドも、北斗星のヘッドマークがそのまま取り付けられているんですよね。いやー、すごいな、北斗星ね。 いや懐かしいなこの北斗星いやーかっこいいですね雪のりさんこの流星特急北斗星どう思いますかねヘッドマークが本当にかっこよくて俺とおふくろの夢と心の列車っすよこれああこれ久しぶりなんですねこの e f 8 1結構特徴ありますよねいいなー ああ、こうやって見るといいですね、北斗星。ああ、いいですね、これ。うわあ、いいなこれ。いや、こうやって見るといいですよね。ええー。あ、下から見るといいですね、これ。これもいいね。ああ、青空に向かってる北斗星、これいいかも。 ああ、これもいいな。いや、いいですね。北斗星。俺の夢と心の列車ですよ。北斗星なんですけど、俺実は小学1、2年の時に、おふくろと初めての北斗星で北海道旅行で、俺これ一回乗ったことあるんですよ、これ。 北斗星の電気機関車 EF81 といえば流れ星の電気機関車なんですよね。こちらは、こちらの保存されている北斗星なんですけど、流れ星がないですね。流れ星がないんでちょっと残念なんですけど、ああ JR のロゴマークがちゃんと取り付けられてるんですね。すごいですね。 あそうだ EF81 なんですけど、これ、運転席はどうなってるのかなあー、運転席ってこうなってるんだ。うわー、これ、運転したくなりますよね。なんかこう、運転席も、なんか往年の面影が残ってますね。いや、運転したく、運転乗務したくなりますよ、これ。雪乃りさん、どうですかこれが EF81 の。 運転席なんですけど、どう思いますかねこれ、運転してみたいですよね。いや、すごいな、これ。すごいな、これ。うーん。この EF81、流れ星がないか。あこれが EF81 の、えー、プレートですね。これ、日立性なんかな ?EF81。下のプレートがなくなってますね。多分あのー、 ななんだよなあ所属の機関区の札が取り付けられていますね。ええー、すげえ。取り付けられてるよ、札が。あブルートレインといえば、そう、このマークですよ。これがだ、だこれが、寝台特急、夜行列車のマークですよ。いや、これもいいですね。で、こちらが、電気機関車の EF81 なんですけど、あー、これか、いいですね。 ちょっと薄くてごめんなさいなんですけど説明文はこんな風になってますねこうやって見た方がいいかちょっとこちらの説明文はちょっとあんまり時間がなくて読めないんでちょっと尺の都合もあるんでこちら集落しますんで見たい人は拡大してみてくださいいやいいなあこれそしてこちらがでこちら北斗星の最後尾の客車は こちら北斗星の客車は4両なんですね。北斗星の客車は4両保存されてるんですね。すごいですね。で、そしてまず、こちら。こちらが1号車なんですけど、あ、ロイヤルデュエットって AB 寝台なんだ。A、A 寝台と B 寝台がコラボしてるんだ。あ、二、ああ普段はここ、そうですよね。次客車の、 そうですよねこれ電源車がつながれてるはずなんですけど電源車はつながれてないんですねああこれがデッキなんですねああこれがデッキなんだそうですよねこれがデッキなんだえー、なんかもう影残ってますねこちらが1号車でロイヤルデュエット AB 寝台になってますねあああ EF510 すげえ ef510 だよ。そう。北斗星はこの ef510 だったんですよね。あ ef510 いいな。これ俺引退前に北斗星へ写真撮り行ったんだよな。上野駅行ってあの時人すごかったよな。でも老朽化と北海道新幹線の開業でなくなっちゃったんですよね。 こちらの説明文もちょっと省略しますんで、見たい人は拡大してみてください。ちょっと尺の都合もありますんで、申し訳ないです。一時停止してみればいいですよねで。車内がこんな風になっているんですね。あー、個室だ !ABC 台は個室になってるんですね。あー、これいいな個室になってる、すげえ。 そう、確か俺と袋も初めて北斗星乗った時も、この個室だったんですよね。AB 寝台だったんですよね。うわーこれブルートレインマニアとか、ブルートレインが好きな人にはたまりませんね、これ。うわーすげえ。今これこそまさにですね、星の寝台特急ブルートレインですよ。あぁ、いいな、これブルートレイン。うわ、いいな、これ。 あーなんかこれ、いらなくなった寝台車欲しいですよね、俺。いいですよね、これ。すごい。こんな風になってるんだ。いやあ、このブルートレインなんですけど。なんか鉄道じ、なんか現役時代のブルートレイン。こう、面影がほんと残ってますよね。すごい。 いやー往年の面影が本当に残ってますねすごいやあこちらが、えー、こちらの客車は一応「おろはね24」っていうんですねへえー、こんな風になってんだ「おろはね24」っていう AB 寝台とのことなんですけどちょっとこちらの説明文も省略しますねあこれがオロハネ「おろはね24」かすごいな あー、これ、カードキーになってんのかなすげえ、カードキーか、これ。すげえ、カードキーになってるよ、これ。すごいな。うわ、すごいな、これ。本当にこれ、北斗星なんですけど。現役時代の、その往年の面影が本当に残ってますよね。さすが24系ですよ。あ、北斗星の行き先幕もそのまんまだうわ、すげえ すげえ、北斗線の行き先幕もある、すげえ、北斗線上の行きだ、うわ、これいいな、雪のりさん、ブルートレインなんですけど、どう思いますかね、ちょっとこちら薄れちゃってるんですけど、この北斗線いいですよね、あそしてこちらは食堂車ですね、こちらは食堂車になるんですけど、確か食堂車って、これ確か何でしたっけ 食堂車の記号が、あ、これだあ、寿司24だそういえば寿司24って六角聖寺歌ってましたよね。六角聖寺、京都鉄白の,の歌で、オハオハ寿司って言ってたよね。これが食堂車の車内かなあー、食堂車の車内ってこんな風になってんだ。いや、食堂車の車内本当に面影残ってますね。 往年の時代そのまんまですよ。インターバンさん、そして雪のりさん、北斗、これ関東で唯一残された北斗星。これどう思いますかね往年の面影がそのまんまですよ。車内。すごいよ、これ。いや、すごいな、これ。面影がそのまんま。すごいよ、これ。 あ,あここで調理してるんかなすごいあこれが寿司二24っていう客車の種類ですねうんすごいなこれえー、すげえほんとに